VVVTuner。 ライスちゃん、しっかり休めたかしら？うん、たっぷり寝て元気になったぞ。それは良かったですわ。リヒトちゃんはその顔だとあまり眠れませんでした？休むには休んだんだけど。大方ぶっ続けで動画でも見ていたのだろう。まったく困ったやつだな。寝ている人のお腹に足を乗っけてくる悪魔がいなければもうちょっとは休めたんだけどね。まさか我の寝相が悪いとでも言うのか？ほら、私は悪魔としか言ってないわよ。そうであるな。まったくひどい悪魔もいたものなのだ。悪魔ってバイスの VTuber のキャラよね。悪魔がバイスで天使はリヒトだったはず。見た目はともかく中身は逆ね。皆様。あ、フェアちゃん。休息は取れましたか？あまりおもてなしもできていませんが。心配しないで、バッチリ休んだから。元気もりもり100メガショックだよ。100メガって少なすぎじゃない？それでは次の国についてですが。これは通信？あ、ノルちゃんからだよ。皆さん聞こえますか？皆さん、ノルちゃん、どうしたの？配信はまだもうちょっと先だよ。大変なんです。どうしよう、どうしよう。何が大変なの？空から隕石が降ってきてるんです。ぐんぐん近づいてきていて、もうダメです。もうダメ。ノルちゃん、これはただごとじゃないわね。みんなが心配だよ。急いで行かなくちゃ。待ってください、私も行きます。わかったけど、危ないから私たちから離れちゃダメだからね。ガンガン進むよ。転送ゲート起動。アホーイ、宝生海賊団船長の宝生マリンです。ピチピチでフレッシュなお姉さん、マセガキやおじさん、メスの憧れの女上司ですよ。うわぁ、すごいことになってる。ノルちゃん、ティアちゃん、どこ？皆さん、ここです。よかった、無事だったんだね。兄さんに心配してもらえるなんて、僕もう死んでもいらず。いや、無事で安心したんだから死ぬなよ。それにしても、これは隕石みたいにいきなり空から降ってきたんです。隕石というよりは何かの機械みたいね。そうですよね。空から降ってきたってことは人工衛星とか宇宙船とかかしら。これも侵略者の攻撃なのかな。墜落しちゃってるけどね。あ、開いた。宇宙人、宇宙人来ちゃう。ファーストコンタクト来た。あ、こら、ちょっとは警戒しなさい。はあ、やっと着いた。もう無理、絶対に無理、二度と無理。人のようですわね。人型の宇宙人。これは意思疎通も可能かも。いや、普通に同じ言葉で喋ってるし。あ、ネプッチにノワッチ、それにブラッチにベルッチじゃん。私たちの名前を知ってる？なんか、いきなり慣れ慣れしいわね。それにミーポンにチャンユーじゃん。それって、ミーポンが私で、チャンユーがユーちゃんかな。うわ、そっちにゃん、イスキチとリヒーも。
フェアリーまでいるとは全員集合だね。イスキチ？もしや我のことか？となるとリッキーは私のこと、うん、そうそう、よろしくね。で、そうだ、アーシュは自己紹介してなかったわ。アーシュはマウリで、こっちの青い髪がキリね。よろしくっす。いやー、もう参ったよ。もうちっとスマートに着陸できるかと思ったのにさ、まさかの不時着とか、マジでビビったよね。ちょっと待って、あなたどうして私たちのことを知ってるの？名前を教えたつもりはないんだけど。どうもこうもそこにいるフェアリンに聞いたんだけど、もしかしてフェアリンって私ですか？だよ、散々そのあだ名に反応してたじゃん。あんた自分で読んどいて忘れたの？これまたガイド AI のパターンじゃない？うん、きっとそうだよね。どういうこと？あのね、簡単に言うと、多分あなたたちが会ったのはフェアさんのコピー AI だと思うわ。だからここにいる本物のフェアさんは実は初対面。呼びはしたけど、まだ二人の顔も名前も知らないはずよ。ふーん、よくわかんねえ。トリマ、初めましてしとけばいい感じ？理解が早いんだか遅いんだかわからないわね。これが本物の電脳女神フェア。ちょっとキリ、女神様を呼び捨てはないっしょ。マウリもあだ名で呼んでたくせに。それはなんつーの、親しみを込めてみたいな。細けえことは気にすんなし。つうわけで、あーしたちが VTuber で救世主ってわけ。フェアリン、よろしく。マウリもキリもこちらこそよろしくお願いします。それでですね、ユーが説明してくれた通り、あなたたちが会ったのは私のコピー AI なわけで、私は AI と何を話したのか、今どうして二人が空からやってきたのか、何もわからないのです。なのでマウリ、キリ、できればあなたたちの今までを私に教えてくれませんか？今までね、いいけどさ、投げよ。じゃあ作業で。マジか、投げっつってんのにな。そこをなんとか、わかりやすいのでお願い。仕方ねえな。転送先がずれてて別の惑星に飛ばされた。そこである人に助けてもらった。その人の力で宇宙船作って、ようやくここにたどり着いたってところかな。お、言えちゃったよ。やればできるじゃん。うん、できちゃったわ。予想外に理解できたわ。で、その助けてくれたある人って？一緒に来てるよ。おーい、スコッチ、どこ？宇宙船の上。惑星ボンボンからハローネオチューブ、イエー、俺はスコキン、よろしく頼むぜみんな。おー、いいね、可愛い子たちが揃ってるね。大きい子に小さい子、普通の子、みんな違って、みんないいってね。おいこらってね、今私のどこを見ていった？ブラン、落ち着いて、慎重よ、きっと慎重のことだから。はっきり物を言う子は嫌いじゃないぜ。スコッチって変だけど超いいやつだよ。なんせ惑星ブンブンに飛ばされて困ってたアーシュたちを、おかんかってくらい心配してくれたし、周りの人をみんな見て見ぬふりだったのに、スコキンだけが声かけてくれたんだよ。まあ、紳士な方なんですのね。紳士だなんてやめてくれって。俺は当然のことをしたまでだぜ。ねえフェア、ブンブンってどんな惑星？
星なの？ブンブンは動画配信が盛んな惑星です。 That's right! その通りだぜ。さすがは女神だ。ブンブンからはかなり遠かったはずです。よくぞ送り届けてくださいました。礼には及ばないぜ。二人とは取引してるんだね。取引？俺がマウリちゃんとキリちゃんをプロデュースするってね。すごい、スコキンさんはプロデューサーさんだったんだ。あーしたち、VTuber やってっけど、ぶっちゃけ動画作成とか超もう苦手なんだよね。スコキンがいると助かる、と思う。多分。でしたらスコキン、ネプテューニア、ミーたち全員の面倒も見てやってはくれませんか？みんなマウリたちと同じように、V アイドルを目指して頑張っているのです。おいおいおい、マジかマジかマジか。ここにいるみんなをプロデュースしていいのか？そんなの喜んでやらせてもらうに決まってるだろう。よかった。では改めてよろしくお願いします。マウリちゃん、キリちゃん、一緒に世界救うの頑張ろうね。銀河系最強アイドルグループ爆誕だね。あ、悪い、あーしたち武器とか持ってないよ。そんなのでよくここまで無事でいられたな。武器はあったんだけど、なくしちゃった。想像の力ってやつ。ここに来るまでに全部使い切っちゃった。いやマジヤバかったわ。危うく宇宙の木図ってやつだったわ。そう、かなり大変な旅だったのね。ま、裏方としてサポートするし。頑張るんで、怒んないで。ううん、気にしないで。ここまで駆けつけてくれただけで嬉しい。そうそう、プロデューサーさんも連れてきてくれたしね。じゃあこれからよろしくね。ノルニー、ねえねえ、宇宙ってやっぱすごかった？バイヤーだね、マジバイヤー。あーしら、宇宙パイセンからしたら豆粒以下だね。どえー、マジで？すっごく怖かったです。どうしよう、マウリさんとキリさんなら聞いてくれるかな。でもこんなこと簡単に聞けないよ。ティアちゃん？はい。私たちそろそろクラウドに戻ることにするわ。フェアさんの話まだ途中だったしね。また今度ね、ナルちゃん、ティアちゃん。よーし、戻ろう。アンチなんかに負けないよ。転送先はっと。こんにちは、ニンニン、甲賀流忍者のポンポコです。こんにちは、ナッツー、ピーナッツくん。へえ、ここがクラウドか。仮面がいっぱい。すごい、これ全部モニターなんだ。解像度高っ、発色もいい。急によく喋るようになったわね。あ、ごめんなさい。キリはね、機械とか大好きなんよ。で、テンション上がっちゃうと性格変わるし。ま、あっちのキリが出てこないうちはまだマシだから気にしないで。あっち？マウリ、キリ、あんまり変なところ触らないようにしてくださいね。ヘイヘイ。もうしない。さて、これでようやく話が進められます。次に皆様に向かっていただきたいのはノベリアという国です。ほんと、いろんな場所が一斉に侵略されちゃってるのね。一気に殲滅できないのかしら。それができないから私たちが呼ばれたわけですし。これまでみたいに一気にボスをやっつければステージクリアだよ。簡単簡単。おかげさまで感動エネルギーは順調に集まっています。それは良かったわ。惑星はひとまず大丈夫っぽいね。この調子で私たちに任せちゃってね。おー、
級選手だからね。よかった。アーシュが言うのもなんだけど、これならうちらがいなくても大丈夫っぽいね。じゃあアーシュたちはスコッチのところで世話になってるから、会いに来てね。か、陰ながら応援してるから。うん、任せて。また会いに行きますわ。それじゃあ私たちはノベリアに行ってくるね。ガンガン進むよ。どこがいいかな。アクセス。ラーダッチウー、ラーダッチウー、早く読み込めラーダッチウー、ラーダッチ。まるで図書館みたいね。本しかない。字がいっぱい、頭が痛くなってきたよ。最高、ずっとここにいたい。ミーとブランが真逆の反応しているのだ。ミー、しっかりして。ほら、あっちは漫画ばかりだから。漫画なら大好き。私たちの世界の漫画もあるのね。この棚なんて話題の少年漫画が並んでるわよ。私も漫画読もうっと。いつの間にそんな大量の漫画を。だってこれ途中までしか読んでなかったし、ちょうどいいから最後まで通しで読もうかなって。そんなことしてる場合じゃないでしょう。私たちこの惑星を救いに来たんだから。じゃあ、あっちは？ラノベ、SF、なんでもある。あ、これ絶版になってたやつ。こっちは挿絵が変わる前の。あらあら、ブランまで。でも、この国を救うなら、この国を知ることも大事だと思う。情報収集は大事。説得力ないわよ。やれやれ、みんな子供なのだ。残念ながらここには我にふさわしい書物は見当たらないようなのだ。そういうバイスはどんなの読むの。もちろん魔導書なのだ。黒魔術を収めた書物も良いな。バイスちゃんはなるべくかっこいい想定の本が好きなのよね。活字は眠くなるから読まないけど。こらそれは秘密だと言ったではないか。ちょっと、みんな読書談義なんてしてる場合？早く先に進まないと。そうよ、この国にもおそらく発根種の手が迫っている。いや、もしかしたらもう落ちているかもしれないのよ。漫画を読みたいだけじゃないって。この国の文化をちゃんと知って侵略者に対抗する方法を考え出そうと。そりゃあすぐにでも救いたい、救いたいけれど。食わないと読める本もなくなっちゃうでしょ。だだこねてないで行くわよ。もうノアールの意地悪。ミッションスタート。スイッと。実は私のファンだったり。よいしょ、ブースト。ジャンジャン撃つよ。絶対撃ち。ジャンジャン撃つよ。はい、さあ、すべての力で飛び上がれ。はい、さあ、
セル全開。あ、大丈夫？アクセル全開。ちゃんと休む。閉じ込められた。そういう国みたいだから諦めなさい。変ね。あら、どうかしましたの？この辺りは学術書や専門書のコーナーって書いてあったのに全然違う。そうね、なんだか同じような本ばかりね。これは漫画か？絵がいっぱいなのだ。それはラノベ。それも今流行のウェブ小説ばかり。やっぱりすごく偏ってる。まあ、ラノベと漫画しかないものね。そういう意味じゃないわ。偏ってるのはむしろ内容の方よ。内容が？ああ、ダメだダメだ。図鑑がどこにも置いてないよ。これはこの国の人たちかしら。随分と困ってらっしゃるようですわね。学術書のコーナーも軒並みなくなってる。読みたい本が読めない。こんなに悲しいことはないよ。くそ、全部あいつのせいだ。あなた、ちょっといい？どうしてここの本はこんなに偏ってるの？ん？ああ、それは新しくやってきた司書のせいだよ。あいつがここの本を自分の好きなものばかりで埋め尽くそうとしてるんだ。なるほど、やっぱりそういうことだったのね。そういうことって？ただ漫画やラノベばかりになったんじゃない。どれも同じようなジャンルばかりなのよ。それってやっぱり発行者の仕業かな？そうに決まってる。なんかブランちゃんが怒ってるよ。みんな先を急ぐわよ。まっすぐにゴー！オハセロトニンニン、忍者系バーチャル YouTuber の朝のルリと朝のアカネなのだ。私たちは YouTube を拠点にゲーム実況から歌ってみたまで面白いことなら何でも体当たりでチャレンジしてるんだ。リアル世界のイベントに出演することもあるのだ。もしよかったらチャンネル登録よろしくね。よろしくね。全開！ジョイン！ジャンプ！ジョイン！カンガルーのようにヘイヘイ！ケイ！やったね！絶対打ち！ちょっと打つよ！ブレブレ！絶対打ち！カンガルーのようにジョイン！スイート！アクセル全開！専門タレント事務所ホラーアカデミアンの研究生朝倉ピースですよ。アイドル事務所と間違えて入った私ですが、こうなったらホラーアイドル目指して頑張ろうと思ってます。 YouTube チャンネルはホラーアカデミアンで検索してください。
よろしくにゃるな。セキュリティシステム起動、迎撃開始。バトルスタート。ごきげんよう、ホルトだ。なんだか暇そうにしているな。そうか、ロード中か。仕方がないな。俺がロードが一瞬で終わる方法を教えてやろう。だが、ただでは教えられない。教えてほしければ、YouTube を開いて、ゲーム部プロジェクトと検索をして、チャンネル登録を済ませてから、ここにまた戻ってくるといい。すごい、かっこいいよ。アクセル全開。うう、グミンどもが集まっているのだ。もうグミンなんて言っちゃダメでしょ。せめて無造無造くらい。いや、どっちも大差ないから。国民の皆さん、こんにちは。読書生活楽しんでいただけているだろうか。私は惑星オワンダル財団系の一人、発根臭のノベライザーナロ。さて、私が新たに司書官に就任して以来、より良い読書文化の改革を進めてきたわけだが、ここでさらなる改革を断行しようと思う。いいか、この国にはまだまだお堅い本がたくさんある。辞典、学術書、純文学、詩集、そんなものは見てるだけで息苦しい。このままでは読書文化は衰退するだろう。だからそれらお堅い本の表紙を可愛い女の子に変えようと思う。全ての知識は漫画で分かりやすく、エンタメしてない小説などいらない。全てラノベに変えていこう。さらに閲覧数に売り上げ、アニメ化、コミカライズ、そういう選ばれた作品のみをチョイスした。これも全てみんなのため。きっと喜んでくれるに違いない。聞こえるぞ、ひときわ大きい皆の歓声が。そうだろう、素晴らしい改革だろう。なんだか極端ね。でも私は漫画が増えるの嬉しいよ。そうね、確かに一部の人にはいいのかも。楽しい本ばかりにするのだろう。それはいけないことなのか。何を楽しいと思うかは人それぞれでしょ。誰か一人が勝手に決めるのは良くないですわ。そうだね、私は漫画がいいけど、ゆうちゃんは難しい本も読んでるし、やっぱり私だけが楽しいんじゃ嫌だ。ゆうちゃんにも楽しいって思ってほしいよ。みー、よーし、じゃあ早速あのノベライザーナロのところへ乗り込んでぶっ潰すぞ。おら、てめえら遅れずついてこい。セリフ取られた。はあ、なんとなく嫌な予感はしてたけど、収拾つくかしら。アクセル全開。おお、頑張る。はっ、アクセル全開。雰囲気が変わったわね。ああ、周囲の様子から見てもきっとこの先が初出だろうな。絶対に止めますわよ、ブラン。足りねえだ。それじゃあみんな、準備はいい？私は大丈夫。
ちもいけるわ。油断しないようにね。バイスちゃんは大丈夫？もちろんなのだ。声が小さいぞ！気合い入れろや！なんで我が怒られてるのだ？気をつけてくださいね。この先、やべえやつがいます。あなたの心に住まわせて、チュッ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 、マイダーリン。みんなと響き合いたい、アイドルの響き青です。改革進めて、楽しい楽しい異世界ラノベ。おい、そこのてめえ、君たちは誰だ？さっきの街頭放送見てきたんだけどよ。ああ、そういうことか。ナノ先生のファンだね。ようこそ。あ？私がこの国の小説を完璧に異世界ラノベに書き換えた作家ナノ先生だとバレてしまったようだね。やはり顔出しをすべきでは。ファンとの交流も作家の務め。ちょっと何言ってんだてめえ。おや、ファンではない。ああ、付き添いの子か。じゃあ誰が私のファンなのかな。んなやつはいない。そうか、照れて名乗り出るのが恥ずかしいんだな。まったく可愛いものだ。なんかすっげー自己完結しちゃってるんだけど。ね、思い込み激しいよね。一応聞くけど、どんな作品書いてるの？君も付き添いの子か。だが私の作品に興味が湧いたようだね。仕方ない、特別に私がどんな作品を書いてるか教えてあげよう。なんと古典をアレンジした。その名も転生勇者強すぎて魔王が糸を犯し。そんなことは聞いてねえ。それよりあの改革をなんとかしやがれ。ん？そっちのジャンルは苦手のようだね。じゃあ犬、猿、キジの獣な美少女を手なずけた俺の鬼狩りライフは。うるさい、話を聞け。改革をなんとかしろって言ってんだ。なんだその口の聞き方は。君たち、ファンじゃないのか？じゃあお前ら、一体何者だ？私たちは救世主よ。この国のコンテンツをこれ以上オワコンになんかさせないわ。なんだと？お前らが救世主か？そうだよ、アイドルにして救世主。ほら、改革やめないとお仕置きだよ。ふん、脅しには屈しない。この改革は必要だから。それにお前たちは分かってない。実際改革を始めてから利用者は上がっているのだ。本気で良くしようと思って改革をしてたの？こうして利用者を集めていけば国が発展する。そうすればより良いコンテンツの魂を奪えるからな。やっぱりオワコン化が目的のようですわね。勘違いするな。今のコンテンツはオワコン化させるが、代わりに新しい文化を提供してやってるだろう。大衆とは愚かな生き物なのだ。みんな何が面白いか、何が読みたいか自分では決められないし、決めようとしない。売れているもの、流行っているもの、そういうお墨付きが欲しいのだよ。だから私が私の好みで決めてやろうというのだ。それ何が悪いというのだ。ちなみに昨今の流行は異世界転生ものだな。俺つえーも相変わらず流行ってはいるが、これはもう必須要素と言っていいだろう。あとは女の子キャラをいかに可愛く描くかだが、これがうまい作家は意外と少なくて。いきなり早口になったわね。いるよね、自分の趣味の話になると周りが見えなくなる人。というわけで私は完璧な分析をもとに流行を捉え、売れる本を選んでいるのだ。そりゃ流行も売り上げも大事だろうよ。だけどそれだけが正しいわけじゃねえ。つうか
私が読みたい本をてめえが決めるんじゃねえ。どうやら君はなかなかの読書家だね。わかる、わかるよ、君の気持ち。周りの人間がレベル低すぎるんだ。こっちが本気を出しちゃうとみんなついてこられないんだよね。うん、だからね、まずは周りのレベルを上げないと。そのための改革なんだよ、これは。うわ、なんかこう、すごいうざいわね、こいつ。ダメな方の中二病って感じね。なんか我、鳥肌立ちまくりなのだ。なんだお前ら、そんな目で見るな。書館は私だ、私が偉いんだ。この世界で最強なんだ。私、この方のお話を聞くの、そろそろ辛くなってきましたわ。プラン、もう決めちゃってよ。ああ、元からそのつもりだ。俺、杖が好きなら見せてやるよ、マジな救世主の強えところをな。分からせてあげよう、私の理想郷を。配信開始だよ、みんなの声に応えるよ。結構いい。私が、そこ、次は私、突き飛べ。続きは任せて。ナイス、私してやり直してきやがれ。これで終わりみたいね。怒りは収まったかしら、ブラン。もう大丈夫、すっきりしたわ。よかったな、ブラン。バイスちゃんたら、ブランさんが元に戻ったら急に調子が戻ったわね。なんだそれは。そんな過去我は全く知らぬぞ。我が恐れるものなどこの現世には存在せん。そして我に命令できるものもな。そう、我こそが至高にして最強の大悪魔。バイス、帰るわよ。分かったのだ。キャラ崩れるの早っ。完全に子分じゃん。ワンちゃんみたいで可愛いでしょ。それじゃあクラウドに帰りますか。びっくりした。なんかすっごいのがいるよ。まさかこいつも発光種。それにしては登場の仕方もデザインも随分違っていますわ。少なくともこの国の住人じゃないわよね。何にせよやるしかないみたいね。ですが皆さん疲弊していますわ。貴様ら下がっておれ。バイス、さっきはブランが頑張ったのだ。だから今度は我が頑張る番なのだ。バイス、あなた。リヒト、我に続け。わかったわ、バイスちゃん。そこの化け物、皆に手は出させぬぞ。で助かったわ。ふん、礼などいらぬ。我らは仲間なのだろ。めっちゃ足震えてるけどね。これは
だ。疲れただけなのだ。まあカッコつけちゃって。とにかくこれで帰れるね。あいつついてきてないよね。大丈夫だってば。ほら行きましょ。ねえヴァイスちゃん。なんだリヒト、足の震えの話なら聞かぬぞ。今の怪物、何か様子がおかしくなかったかしら。確かに我たちを探していたようだったのだ。なのにすぐに逃げ出すなんて。お帰りなさい皆様。今回も国を救ってくださってありがとうございます。いや順調順調、この調子でいけばトップアイドルもすぐだね。でも最後に出会った怪物はちょっぴり危なかったわね。さすがにヘトヘトでしたものね。あれもアンチなのかしら。それは私にもわかりません。敵意は感じなかったのだ。こんなに怖い顔してたのに。少なくとも攻撃はしてこなかったわ。確かにすぐに逃げちゃったわね。じゃあそれアーシュラが調べてあげようか。どうもお疲れ様っす。マオリちゃん、キリちゃん、すごいわねあなたたち。そんなこともできるのね。まさかの探偵スキル持ち。まあね、調べるのはキリだけど。丸投げかい。細けえことはいいじゃん。とにかくアーシュラに任せなってば。そのできると思うんだけど、その期待はしないでほしいっていうか。大丈夫だって、キリならできる。自信持っていいっしょ。なぜ上から目線。自信持てるかな。ああもうしょうがないな。はいキリ、これ持って。お、うん。何渡したの。いいからいいから。で、キリ調査できるよね。当たり前じゃないか、任せてくれたまえ。キリちゃんっていうか、何その喋り方。映像に映った人から身元を特定するのはバーチャル世界の基本だよ。もちろんそれはこの世界でもね。だから私に任せてくれていいよプリンセスたち。プリンセス。ああ、はいはい、そんくらいにしとくっしょ。みんなドン引きしてから。なんだいマウリ、焼いているのかい。やめてよ、背中ゾワるから。何を恥ずかしがることがあるんだいマウリ。私は君の。さっき渡したの返せ。ああマウリ、取らないで。多分ちゃんと調査するから。あ、戻った。すごいキャラね。つうわけでアーシュラが調べていいよねフェアリン。よろしくお願いします。じゃあマウリ、キリよろしくね。二人が頑張ってる間に私たちも次の国行ってくるからね。世界を救うのは任せてよ。それでは他の皆様はひとまずお休みになったわ。そうね、まだ先は長いものね。おい、こっちに来い。あらら、面白いものが見られると思ったのに。まさか逃げるなんて期待外れだね。どうやらこんな姿になっても理性はあるんだ。だから逃げ出したの。だが、お前の活躍の舞台はちゃんと用意してある。その時を楽しみにしているから。それはそうと、ただもう少しじゃないか。君の部下には悪いが、
犠牲を払った分、目標達成もすぐそこってところだね。これも君の手腕といったところかな。惑星オワンダルの電脳女神様。薄っぺらい称賛の言葉などやめろ。純粋に褒めているのにな。私もここまであいつらがうまく動いてくれるとは思ってなかったね。本当に予想以上の働きだよ。我々の力になっているとは知らずに。きっとあいつらの目には世界を救っているように映っているだろうね。また悪い顔しちゃって。だがまだ油断は禁物だよ。そんなこと分かってる。そうだったヘイロ、少し頼みがある。君が私に頼む。珍しいこともあるものだ。余計な口を挟むな。黙って頼まれていればいい。やれやれ、分かったよ。機材の操作はできそう？このくらい簡単だよ。マウリのためにもすぐに終わらせるさ。もうそういうのはいいってば。さっきアップされたノベリアの配信映像はと、おっとあった。確かみんながナロってやつを倒した後だったよね。じゃあこの辺りのはず。なんだこれは。なになに？いいかいマウリ、もう一回再生するよ。何も映ってな…てか、どうして別の映像が挟まるの？私にもわからない。一体なんでこんなことに。あの、すみません。確かディアッチだね。どうかした？何かおかしなことでもあったのかい？そのですね、お二人にお願いがあるんです。VVV2 ね。